会社は埼玉県所沢市に本社を置く西武鉄道沿線を中心に東京都から埼玉県南西部にかけての地域を主な営業エリアとして乗り合いバス、貸切バスを運行する1991年からは運行エリアの各自地帯から委託を受けてコミュニティバスの運行も開始しており 1990年代前半という、早い時期から積極的に運行受託を行っている。子会社として、西部観光バス、西部総合企画、西部ハイヤーがある。他の大手手鉄系バス会社では、バス事業の経営合理化を目的として、主に1990年代前後、電鉄会社の自動車部門を分社化し子会社とした、携帯が多くなっているが、 西武バスの成立過程と西武鉄道の関係はそうではなかった。西武バスは近年になって西武鉄道から分社化されたバス会社ではなく終戦直後から西武グループのバス専業事業者として歩んできた。この成り立ちは西武バスの特徴でもある。以下、統合の過程と現在の西武バスに至るまでの歴史を記述する。西武バスの母体は 1932年12月19日に埼玉県浦和町に設立された東浦自動車株式会社である。1941年12月より東浦自動車は現在の西部池袋線系統の前身である武蔵野鉄道の参加に入っていたが、戦中までは社名の通り浦和の東部を中心に 鳩ヶ谷から川越、途中の東大久保から所沢まで路線を有していた会社であった。それに遡り、1920年代前半には、東京多摩地域で、東京府北多摩郡田無町に、田無自動車商会が設立、武蔵坂井田無間で乗り合いバスを運行している。この会社が、西武新宿線系統の前身である旧、西武鉄道に買収され、 滝山営業所の起源となった。また1920年代後半には、反応、大梅地区でも大梅自動車及び、秩父自動車が設立され乗り合いバス運行を開始しているが、これらの会社が、戦時統合により、武蔵野鉄道に統合され、反応営業所の起源となっている。現在の西部バスが、埼玉県南西部から、東京北西部の広範囲に、 路線網を有するのは終戦後成立した西武農業鉄道の直営バス部門を東浦自動車が譲り受けしたことによるものである。西武農業鉄道は現在の西武鉄道であるが、これは1945年9月に武蔵野鉄道が旧西武鉄道を合併して成立した会社である。武蔵野鉄道は昭和の初期より大梅。 反能周辺においてバスを開業し終戦時までに現在の西部池袋線沿線を中心とする地域に広大な路線網を形成していた。この中には1940年に合併した多摩湖鉄道より継承した路線秩父自動車の合併により継承した秩父地区の路線が含まれる。多摩湖鉄道は小平国分寺東村山周辺で バス営業を開始した後、親会社の箱根土地の下で、周辺バス事業者の積極的な買収を行い、大梅岩蔵温泉、八王子、川越などにも路線を広げていた。合併時において、その営業成績は大変良好であったと言われる。旧、西武鉄道は、1936年、所沢立川間に路線を開通した際に、設置した。 所沢発出所は、所沢営業所の、立川発出所は、立川営業所の、それぞれ期限となっている。旧西武鉄道は、東京では、鉄道の西武村山線に並行する赤緯線の大梅、街道上や、西武川越線に並行する国分寺、東村山間を、昭和初期に開業し、立川、田梨武蔵境など周辺地域に路線を拡張していった。 また、埼玉県内でも大宮、川越、物資所沢などに路線を有していた。これら全身事業者によって形作られた、西武農業鉄道のバスを譲り受けするのに先駆けて、東浦自動車は1946年3月に、増資の上で、武蔵野自動車株式会社に、称号を変更し、同年6月に、これを譲り受けした。 そして翌1947年2月に本社を所沢へ移転し、同年11月に西武自動車株式会社に社名を改め、新たなスタートを切った。西武自動車はまず、6割以上にも達していた、戦時休止路線の復旧を行い、同時に路線の新設、延伸を進めていった。都内では、 他社に遅れをとったものの1948年から都営バスとの相互乗り入れによる都心直通路線を開設して路線を東へと伸ばし練馬区を重点に西武鉄道沿線の路線拡充も進めた。また埼玉県でも国際工業バストの相互乗り入れにより県内の中核都市間を結ぶ運行を開始した。 西武鉄道沿線の人口増加も手伝って、昭和20年代から30年代にかけては、急速に事業規模を拡大した。1958年には、国土計画工業より、軽井沢、草津地区のバス事業、高原バスを譲り受けし、千形滝営業所とした。この地区のバスは、大正時代に、箱根土地によって始められたものである。 別荘地開発の進展による需要増と周辺バス事業者との競争に備えるため国土計画工業による付帯事業の形から西部自動車の運営に移行して経営力強化を図ったものである。昭和30年代には新宿軽井沢間新宿滞大大箱根間豊岡町、小河内ダム間など観光地へ向かう長距離路線が相次いで開設されている。 一般路線も東京と埼玉にまたがって長距離を走るものが多数あった。昭和40年代に入る頃から交通渋滞悪化のため定時運行が難しくなり長距離路線は廃止または短縮分割されるようになり地域によっては大幅な路線整理が行われた。1969年4月社名を現在の西武バス株式会社に変更した。 1970年代には各地で路線の撤退が相次ぎ、埼玉県内では草加から撤退、1973年4月には国際工業バスとの路線調整により創業以来の浦和駅から撤退した。東京では大梅箱根ヶ崎、箱根ヶ崎廃島、八王子、府中から撤退、1975年3月には大梅営業所で反応、 入間市への路線を残して、大梅地区の大半の路線を廃止して、東京都交通局大梅支所に引き継がれた。また、軽井沢地区では、長野原町から撤退した。路線の整理が行われる一方、この時期には、各地で大規模団地の造成が相次ぎ、団地と鉄道駅を連絡する路線が複数開設されている。 団地路線の拡張は1990年代まで続くこととなる。平成に入ると間もなく、経営効率の向上を図るため地域、部門ごとの分社化が開始された。まず、1989年に西部秩父バスが設立され、秩父地区の路線が順次移管された。同社は1996年4月1日に、 西武観光バスと社名を変更し、以降は貸し切りバス部門の移管も進められた。軽井沢、草津地区の路線は、1991年6月25日に設立された西武高原バスに譲渡された。後に2017年4月1日に西武観光バスへ、九州合併され、西武観光バス軽井沢営業所となった。 1999年に西武バスの子会社として西武自動車を設立、同年12月に反応営業所管内の武士ニュータウン線に系統を同社に移管した。同社の直営路線とされたのはこの2系統のみで主な業務は路線の管理受託となった。この受託業務は反応、立川、練馬高野台の各営業所で行われた。 2010年12月1日に、西武自動車は、西武バス本体に吸収合併され、同社に譲渡委託されていた路線は、西武バス本体による運行となった。なお、西武自動車は、1983年設立の現西武総合企画である。2007年には、西武グループで、初の車種、地域とともに、西武バス60年の歩みが、 西武バス公式の60年種として刊行された。編纂制作には、交通ジャーナリストの鈴木文彦、クラッセ、BJ エディターズが、外部有識者として携わっている。営業所は、都内5カ所、埼玉県内6カ所の、計11カ所があり、それぞれ車庫を併設している。2010年まで一部の営業所において、西武自動車への管理委託が行われていた。 東京都区内には、練馬、上尺寺井野に営業所がある。都区内での運行は、1949年の大泉営業所の設置により、本格化し、ついで1951年には、練馬営業所を設置した。練馬営業所は、目白通り沿いの練馬区役所の東北向かい方に位置、したが、昭和40年代には、南田中に移転した。 大泉営業所は、石井台の富士街道と、旧早稲田通りの交差点付近に移転し、上石井営業所となった。特内では長らくこの2営業所にて分担されてきたが、2005年6月16日に、高野台営業所が開設され、上石井営業所が担当していた石井公園駅、発着路線の一部の移管を受け営業を開始した。所在地は、 練馬区高野台一丁目で当初は伊豆箱根鉄道の観光バス営業所敷地内に併設される形となっていたが、後に伊豆箱根鉄道は同地を一旦撤退している。2011年5月16日に高野台営業所は練馬営業所へ統合され、後地に西部観光バス、 練馬営業所が移転し、6月には再び、伊豆箱根バスの東京練馬営業所が設置された。多摩地域には、滝山、小平、立川の3営業所と西原の1車庫がある。かつては、田梨駅前に、田梨営業所が置かれていたが、駅前再開発のために廃止され、変わって1994年6月に、田梨市郊外の西原町に、 滝山営業所西原車庫が開設された。旧田無市営業所の路線の大半は同車庫に、残りは上社寺営業所と滝山営業所に引き継がれている。滝山営業所の本車庫は東久留米市風里にあり、近隣の滝山団地の入居に合わせて1968年に設置されたものである。また、立川営業所は1996年に、 小平営業所に一旦統合され、後地は立川案内所と日本レンタカーの営業所となっていたが、西武自動車への管理委託を行う関係で2002年4月に再開した。埼玉県内は、新座、所沢、大宮、川越、佐山、反応の6営業所である。新座営業所は、清瀬駅北口にあった。 清瀬営業所を駅前再開発の関係で1992年12月24日に移転したものである。新座営業所では前乗り先払い方式と後乗り整理券方式の路線が混在するため車両も両方に対応できるようになっている。所沢営業所は本社に一番近い営業所で所沢駅近傍にあったが2009年5月15日に下富へと移転し、 用地の一部を折り返し場などで利用している。大宮営業所は、一般路線バスのほか、観光バス、高速バスも配属される。鞘山営業所はもともと鞘山台にあったが、1994年3月に川越営業所に統合された後、2002年9月に鞘山市柏しに新たに設置された。また、かつては、東京都大梅市日向たに、大梅営業所があり、 反応駅北口に、狭山営業所反応支所があったが、これらを統合し移転開設したのが、現在の反応営業所である。営業所もよりの定流所名は様々であるが、営業所が他社との競合エリア内にある場合や、他社が同盟の営業所を設けている場合、社名を監視したりより狭い範囲を示す地名を使用して、区別する場合がある。例えば、 練馬営業所の最寄り停留所は、南田駐車庫、大宮営業所、上社区寺営業所の場合は、西武車庫前であるが、いずれも他社が同一行政区内に、同盟営業所を設けている。練馬区内には、都営バス、練馬支所、最寄りバス停は、練馬車庫、国際工業バス、練馬営業所としている。川越営業所がかつて本川越駅脇に車庫を構えていたのを、 現在地に移転した際に最寄り停留所名を川越営業所として以来従来車庫としていた停留所名を営業所と変更した例がいくつか見受けられる現行の営業所及び所管路線は以下の通りである担当路線など詳細は各営業所記事を参照特内では220円の均一性運賃それ以外の多摩地域埼玉県内では 現金180円 IC カード178円を初乗りとする宅間制運賃となっている。なお、特内均一運賃と宅間制運賃の境目は厳密に区市境の停留所で分けているというわけではなく、埼玉県新座市の都民農園セコニック新座、境間や成増駅石寺公園駅の路線で和光市にまたがる区間。 西東京市の東伏見駅や東伏見、稲荷神社付近も均一運賃地域に含まれる。逆に23区と阿光市にまたがる成増駅、大泉学園駅間の路線では、板橋区内の成増駅成増2丁目間で、宅間運賃が適用される。乗降方法は下記に分かれる。また、一部では100円運賃区間も存在し、で実施しているまた上記以外に、 イオンモール東久留米シャトルバスでも実施している。コミュニティバスは各自治体により運賃制度が異なり、西武バス住宅のコミュニティバスでは運賃改定により100円均一運賃は消滅している。立71は例外的に全区間180円の均一料金で前乗り後を折り運賃先払いとなる。共同運行の立川バスも同様である。その他、 学校の長期休暇時に小2運賃50円サービスを実施することがある。IC 定期券2015年4月1日より IC 定期券に切り替えを行った。これに伴い他社局との共通定期券や以下に記載のある定期券を除いて紙式定期券での発売は終了した。IC 定期券はパスもスイカに書き込む形で発売する。京王電鉄バスや 西東京バスと同様に、金額式定期券として発売し、差額は IC カードのチャージから自動で生産される。なお、240円区間以上の定期券の設定は、なく、230円区間の定期券を購入すれば、全線定期券として利用できる。学得定期券、西部バスでは2010年4月1日より、学割定期券、 学得定期券を発売している。この定期乗車券は、小学生及び中学生以上の学生を対象に発売され、種類は、小学生用と学生用がある。パスもスイカに書き込む形で発売し、適用区間は、西武バス全線である。購入する際は、学校教育法に定める学校の学生証、または、生徒手帳の提示が必要で、 学生証等を発行していない学校の場合、学得定期券購入申し込みが書券、在籍証明書を記入して提出する。2016年4月1日使用開始分から IC 定期券形式の学得 IC 定期券を発売開始した。一部販売窓口では従来通り紙式での発売となる。1日乗車券として1デーパスが発売されている。 パスもスイカに書き込む形で利用できる。発売金額は大人600円、小児3 0 0円。運賃支払い時に、一ーパス購入の旨を乗務員に伝えて購入する。購入後は1日間全線で、乗降自由となる。後乗り形式の場合は、乗車時にもタッチが必要となる。2021年3月31日までは、 発売金額が大人630円、小三3 2 0円であった。IC カードシステム、パスも、スイカの一般路線での稼働は、2007年3月18日から、練馬営業所管内、高野台営業所管内、上社寺営業所管内、新座営業所管内の路線同年6月23日からは、滝山営業所管内の路線2008年2月1日からは、 立川営業所管内、小平営業所管内の路線同年6月6日からは、所沢営業所管内の路線。同年6月20日からは、大宮営業所管内の路線同年7月18日からは、川越営業所管内、佐山営業所管内、飯能営業所管内の路線同年10月10日からは、西部観光バス秩父営業所管内の路線導入されると同時に運賃箱が、 約20年弱ぶりに全車両を更新され、西部バスの一般路線全員線で IC カードシステムによる利用が可能となった。また2013年3月23日より IC 乗車カード全国総合利用サービスも実施されている。ただし、高速バス路線、コミュニティバス路線の一部については対象外である。 バス利用特典サービスは2021年3月31日に終了した。西武バスでは、基本的には、池袋駅東口を奇襲店として、下落合駅、練馬駅、関越道を経由して、北陸、新越地方へ向かう、中高、夜行高速バスの系統、西武バス、大宮営業所を奇襲店として、大宮駅西口、 池袋駅東口、東名高速または中央道を経由して中部、関西方面へ向かう夜行高速バスの系統、羽田、成田両空港への連絡バス、及び深夜急行バスを運行している。関越道を経由する路線では、西部運行便はすべて上里サービスエリアでの休憩を行うが、これは同 SA 内に西部グループのテナントが入っているためである。 また、西武バスが運行する高速バスでは、中高、夜行を問わず乗客が車外へ出ることのできる、開放休憩を行う。共同運行会社の中には、乗務員のみの休憩で、乗客は車外に出ることはできないところもある。西武の高速バスは系統ごとに相性をつけない、方針であるため、路線固有 U の PR がされにくいという欠点がある。 ただし JR バス系統と共同運行している金沢線や三都線はマルス発見を取り扱う関連から後に相性が付けられたが西武独自として相性を使用して案内することは少ない西武バス本体が運行する高速バス路線は上記の4路線があるこのうち軽井沢草津線は中高便のみであり他の路線は中高便や高便ともに運行する 関越道開通後の1985年に開通した新潟線に始まり、徐々に路線網を拡大した。軽井沢、草津線は、西武バスは、二子玉川旧軽井沢間のみ、運行の便を担当する。2006年11月1日の改正では、高岡、氷見線が、上新越道経由に変更となり、富山、 石川両県へ向かう路線はすべて関越道、上新越道北陸道経由の経路となった。空港連絡バスは、1989年に大宮成田間で開業した ON ライナー号に、始まり、2000年代に入って、急速に路線網を拡張した。ON ライナー号は、子会社の西部観光バスに移管されたため、西部バス本体では、 埼玉県内を発着する上記の路線を運行している。また当初は、東京空港交通が単独で運行する、大泉学園羽田線及び、京成バスが単独で運行する大泉学園、成田線の運行支援業務を行っていたが、2008年4月末より、上記2路線に西武バスが参入し増便されている。その後、大泉学園駅北口の再開発によって、 停留所スペースが確保できなくなったため、2012年9月15日をもって、これら2路線の運行を終了した。羽田線は、翌日より代替として、石神公園駅発の運行を開始した。蒸気以外にも、西武バスの子会社である西武観光バスが、各方面への高速バス路線を多数運行しており、 同社が運行する路線と合わせて、西武高速バスネットワークを形成している。同社が運行する高速バス路線については、西武観光バス現行高速路線を参照。この内高崎、前橋線は、新宿へ延長の上、現在も日本中央バスが単独で運行を、継続している。伊勢線は、中高便が廃止され、夜行便は、飛ばに延伸し、島線は、 飛ばしますペイン村間が休止され、両路線の区間を統一し現行の飛ば線に集約された。大阪線は2008年4月18日より、阪急バスの単独運行となったが、2012年6月1日に廃止された。同日より、阪急バスと京王バス東が共同運行している池袋。 渋谷、新宿大阪線の京王担当日のみ、池袋駅東口に乗り入れるようになったため、阪急は一時的に池袋から撤退することになった。その後、2013年4月1日に、阪急バス運行分が、子会社の阪急観光バスに移管されたのと同時に、阪急観光バスの池袋乗り入れを開始した。 富山線と高岡氷見線は2017年5月15日に統合され、新たに富山、高岡、氷見線として運行を開始した。新潟線と長岡新潟線は2017年11月1日に二路線を合わせた再編が行われ、新たに長岡、新潟線として運行を開始した。線曲線は以前は、 西武バス本体で運行していたが、その後、西武高原バスへ移管された。2017年4月1日に、西武高原バスが、西武観光バスに吸収合併されたことにより、同社へ再移管された。また、軽井沢系統の一部の便で一時的に、西武バス本体の運行が復活していた。長野線は、上信越自動車道の開通を受けて1996年に、 開業した。西部バスグループで運行している新越、北陸方面の路線で唯一、新宿に乗り入れない。2019年9月30日運行をもって、西部バスは運行から撤退。翌10月1日からは超電バスと、アルピコ交通東京の共同運行となる。金沢線は、新宿発着と池袋発着とに系統あったものが、 すべて新宿発議池袋経由となり、サンシャインシティプリンスホテルを経由しないことになった。また、西武バスの運行する高速バスで関越道を経由する路線の内金沢線だけが、川越まとバスストップに停車しなかったが、同海西より下りの一部の便を除いて停車するようになった。なお、西武バス運行便と西日本、 JR バス運行便では休憩場所が異なる。2020年5月31日をもって、金沢線の運行からは撤退した。以降は、西日本 JR バスのみの運行となるが2020年12月1日改正で、定期運行休止。西武バスの路線バス車両2010年までは、日産ディーゼル製の車両を、主に導入しており、京王電鉄バス、関東バスと並び、 首都圏屈指の日産ディーゼル車ユーザーであった。車体は富士重工製を採用しており、7位、e、車体の3、扉車も在籍したが、富士重工のバス車体製造事業撤退に伴い、西日本車体工業製の B 型ボディを採用した。UD トラックスと三菱不装の提携後、2008年からは UD ブランドの不装製造車も多数導入された。2010年に、 UD トラックスがバス製造事業から撤退したため、現在は、いすず自動車を中心に、用途や地域に応じて三菱不装トラックバスと、日野自動車製の車両も導入している。西部バス級標準塗装、ササカラー S、鳥居公式サイド一般路線車は、いすず車、三菱不装車を導入している。ノンステップバスが中心だが、 中扉4枚折り戸のワンステップバスも配置されている。コミュニティバス用の小型車とハイブリッドバスで、日野自動車製の車両も導入している。高速、貸し切り車は、イスズ車と不送車を導入しており、2010年から2014年までは、不送製の導入が多かったが、以降は、イスズ製の導入が増えている。2018年度から、日野、ブルーリボンハイブリッドが、 初めて登場し、以降継続的に導入が進められている。2020年11月には燃料電池バストヨタソラがリース扱いで導入され、所沢営業所に配置され、同年12月より限定運用で運行している。このソラは、所沢市松号付近にある水素ステーションにいて、水素の充填を行っている。所沢営業所に配置されたトヨタ、 ソラコミュニティバス用の小型車は、かつては、日産ディーゼル RN、日の、リエッセが多く在籍したが、ノンステップ化のニーズを受けて、車両代替が進み、日の、ポンチョが中心となった。かつては輸入ノンステップバスのクセニッツシティを導入したこともあるが、全車除籍されている。 コミュニティバス以外にも上社寺営業所の泉38や川越営業所の新京礼1、礼2は従来の路線バスカラーの小型車が使用されている。前者は経路上の問題により、日野、リエッセが継続的に使用され、後者は日野、ポンチョが使用されている。竹山営業所の4シャトル、東久留米循環にも運用上の問題により、 日のリエッセが使用されているが、この車両は現在西武バス系列における乗り合いの最古産車両である。小平営業所と佐山営業所には路線バスカラーのポンチョが、新座営業所には路線バスカラーのリエッセが配置されているが、これはコミュニティバスの使用車両が何らかの理由で運用できない場合にダイソーするために配置されている。ダイソー時は車体に マグネットや紙を掲示することで、他の路線バスとの誤乗を防止している。高速車、観光車は、西日本車体工業の廃業後、イスズガーラやヒノセレガが導入されてきた。高速路線に使用される車両は、ガーラのみで、セレガは貸切車や、路線兼用車のみと住み分けが行われている。なおガーラの貸切車も、一定数在籍する。 2013年より空港連絡バス仕様の車両は三菱不走エアロエースが登場し継続的に導入されてきたが2017年度の後半から再びガーラが再造備されている2020年度に再び三菱不走エアロエースが空港連絡バスとして登場し練馬営業所と所沢営業所に一台ずつ在籍している 2018年導入車から LED 表示器がフルカラーのものを採用している。一般路線用の車両は1951年よりササカラーと呼ばれるくすんだ青色の塗装が採用されており、西部観光バスでも共通である。かつては貸切車もササカラーだったが、1980年よりライオンズカラーに変更された。 S3 非公式サイド高速路線車と貸切車は西部グループの伊豆箱根自動車や大見バスと同じく青、赤、緑のライオンズカラーを採用している。西部高原バスの路線車でもライオンズカラーを採用した。2004年頃までに導入された車両の後部窓ガラス右側には西武ライオンズのステッカーが貼られていた。ステッカーは円形で 上側の西部の文字と下側のライオンズの文字の間にイメージキャラクターであるレオマークが入っている。西部の文字は角張った書体でライオンズの文字は筆記体の埼玉西武ライオンズ以前に使われていたロゴマークである。かつては一般路線用のノンステップバスにもレオマークが貼られていた。導入時期によりレオの顔が斜め向きか正面向きかの違いがある。 その後、レオマークの付いた車両が除籍されたため、2018年時点では、ノンステップバスの文字だけが表記される。2020年に、一般路線車の新しいカラーリングが、エストリーの名称で採用され、同年5月より運行を開始する。デザインテーマは、地域と温かく共存し、お客様を包み込むような衣となりたいで、2019年に、 発足した社内プロジェクトの下、アドウィングの旗広行の監修を受けて考案された。青、ライトブルー、緑を基調に、西武鉄道、西武バスが交わり、縦横に伸びる、交通網をイメージしたものである。西武バスの車両には、車内独自の管理番号である車番が付与され、車体に表記される。不番法則は、以下の通りである。一般路線車両の車番は、 A 字記号と年式を表す数字、ハイフンを挟んで3桁までの固有番号からなる。冒頭の A 字記号、A は、一般路線バス車両であることを表す。かつては、貸切車を表す記号、B が存在し、路線車と同じ不番規則であった。西部秩父バス発足から数年間は、同社の路線車に、B の記号が使用されたが、その後は、A に統一された。 英字記号の次の数字は年式を表し、製造年の成歴の下一桁が用いられる。車両の製造年であるため西部バスでの登録年とは異なる場合もある。配分以降の3桁の数字は、車両の固有番号である。以上の法則により、例えば、A8 から273号車は、路線バス車両で、 XXX8 年式の273号車ということになる。なお、西部総合規格では、特定車を表す S の記号と固有番号の3桁数字を組み合わせ、SXXX のように車番を付与している。高速、貸し切り車両の車番は4桁の数字よりなる。西部グループの伊豆箱根鉄道グループ各社、大見鉄道グループ各社のバスも、 同じ法則に従っている。1000の位は、所属会社を表し、1が、西武バスグループ各社、2が、伊豆箱根鉄道グループ各社、3が、大見鉄道グループ各社である。ただし、伊豆箱根鉄道グループ、大見鉄道グループでは、車番の付与、管理が、西武ほどは徹底しておらず、伊豆箱根鉄道では、車番はあるが、管理は、登録番号で行い、 大見鉄道の路線車や子会社の水見国バスの車両には車番表記がない。100の位は年式を表し、路線車と同じく製造年の生涯の下と桁である。下2桁は固有番号である。以上の法則により、例えば1234号車は西部バスグループの高速貸切車両で、XX、x x x 二年式の十四号車という、 ことになる。過去の車両1970年代最末期に導入された日野自動車製の大型路線車日野 RE100 帝国車体 A4 から236号車1974年式田梨営業所所属1970年代初頭までは国内4メーカーすべての車両を導入しておりボディは日産ディーゼル車は富士重工と北村製作所 三菱車は三菱自行、呉羽車体に加えて富士重工車体も仮装されていた。1973年に椅子自動車製の車両の導入を中止し、翌1974年には日野自動車製の車両導入を中止した。1975年には一旦三菱自動車製の車両に統一されたが、1978年秋には、 三菱製車両の購入を中止し、翌1979年度以降は購入先を日産ディーゼルに変更した。これについては、堤義明と西武ライオンズは江川すを獲得しようとしていたが、江川がアメリカ留学中に三菱商事の現地駐在員が後見人を務めていたことで江川事件の対応をめぐり、 西武鉄道グループと三菱グループとの間に圧力が生じたことが背景とされる。その際、つみが日産ディーゼル製の車両に決めた理由は埼玉県上尾市に本社を置く同社が西武ライオンズの公園企業だったためで大宮駅発着のライオンズ線幹線バスの車内広告下部には日産ディーゼルの広告が入っていたほか、 車体広告にも、日産ディーゼルのものが存在した。一降1998年にイスズキュービックを導入するまでは、原則として、日産ディーゼル製の車両のみを購入していた。2003年には、東山都市、チョコバスの運行住宅に際して三菱不走エアロミディ ME の導入を開始した。その後、証券取引法違反事件と、 国土解散による、津義明の失脚、UD トラックスのバス製造撤退により、2011年から三菱不走エアロスターの導入が開始された。過去の特徴的な車両として、秩父地区、中津川方面の三環境愛路線を通行するため、車体上部を傾斜させた特注の三角バスがある。 1978年に除籍された車両がバスファン有志の団体により保存された後、1987年に西武バスへ返還され、川越営業所に保存されている。椅子自動車製、三菱不走製の車両が基本的に配属される。2006年11月に上社区寺営業所へ投入された A6 から156号車を川切りに 東京都内の営業所及び新座営業所には、いすず自動車製の車両が、また数は少ないものの埼玉県内の各営業所には、三菱不走製や、日産ディーゼル製の車両が配属された。またメーカー再編や、車種の減少などにより、現在ではこの法則は、崩れている。車体は、いすず自動車製の車両は純正の、エルガである。日産ディーゼル製の車両は、 長年富士重工業製のボディを選択してきたが、同社がバスボディ生産から撤退したために、西日本車体工業製の B 型ボディを選択。さらに日産ディーゼルと三菱不走のバス事業提携により、2008年からは三菱不走バス製造製のボディを仮装するスペースランナー A を投入した。三菱不走製の車両はエアロスターである。 日野自動車製のハイブリッドバスは、ブルーリボンシティハイブリッドであり、イスズ自動車製と同じく、J バスで製造されている。イスズ自動車製のノンステップバスの一部には、レイアウト変更車と呼ばれる中扉付近の座席数を減らして、混雑時の収容力を上げた車両が在籍しており、国土交通省ノンステップバス標準仕様ではない、独自仕様である。これは後に、 ラッシュ型として、イスズ自動車製の路線バスの使用に追加された。日産ディーゼルスペースランナー A や三菱不装、エアロスターのワンステップバスにも、全中飛観の座席を、公式側はホイール状の一席のみとし、その後部は座席を設けず立ち席や車椅子等のスペースとした上で、非公式側は優先席と折りたたみ座席とした車両がある。一方、 貸切輸送に兼用できる用座席数を増やして簡易な貸切装備を設けた用途会社も配置されている。この用途会社はワンステップバスとなっている。また、かつては日産ディーゼル製の一般路線用車両において大型長弱車が多数投入されていたが、1999年入籍された車両を最後に大型長弱車の投入は見られていない。 中には、降車時間短縮を目的とした4枚折り土車や3、扉車もあったが、現在では3、扉車は全廃となり、前乗り路線の多い東京都内の営業所では4枚折りの、装備する、ワンステップバスが2016年まで投入されていた。なお、埼玉県内にあるニーザ営業所に、イスズ自動車製の車両が配置されなかったのは、ニーザ営業所の前身である。 清瀬営業所が、新座営業所の母体であり、東京都内の営業所と、同一扱いで、配属車両を決められているからであった。しかし、前述の通り2006年11月に、東京都内の営業所である上石寺営業所へ、伊須津自動車製の車両が配置された後、新座営業所と、滝山営業所西原車庫にも伊須津自動車製の、車両が投入された。 2008年以降に投入された車両では、左折時の警告音が変更となり、車内の吊り革の持ち手が丸型から三角型に変更された上で、優先席付近のものはオレンジ色とし、2009年以降に投入された車両では、ホイールの塗装が省略され、銀色に変更されている。2011年以降は、 すべての営業所で、イスズ自動車製が一旦投入終了となり、その後は、基本的に、三菱不走製を投入していたが、2013年には、上社寺営業所と滝山営業所に、イスズエルガハイブリッドが投入されたほか、2015年からは、ニーザ営業所などに、イスズ、新型エルガが配置されるようになった。2013年の投入車両から、 初期投入分を除いて中扉開閉ランプ付き、チャイム装置が採用されるようになった。2016年度最後にワンステップバスの導入が行われていない。なお2016年度に登場した三菱不走エアロスターのワンステップ車は前面の塗り分けが既存車と異なる。17年度では三菱不装製の導入数よりも椅子図製の導入数が上回り、 その後継続して、イスズ製のバスの導入数が上回っている。新車の導入により、日産ディーゼル製の車両は数を減らしている。特に、西日本車体工業製の車体を仮装した車両は、急激に数を減らし、日産ディーゼルスペースランナー r a は、風前の投下である。用途会社は2013年を最後に以後導入されて、おらず、経年化による除籍や、 貸切車両への転用により数を減らしている。コミュニティバスは自治体によって車両が異なる。多くは小型車だが、練馬区、緑バスには、日産ディーゼルスペースランナー RM、三菱ふそう、エアロミディエムといった中型車も在籍する。かつては、日産ディーゼル RN、日野、リエッセが主力であったが、最近では、 グリーンバスの路線追加の際の車両増備花バスや、虹バスのクセニッツ車の置き換え、チョコバスの三菱不装、エアロミディ ME の置き換え、T ロードの RN の置き換え、キヨバスの開設の際などに日の、ポンチョが導入され、ところバスでも2016年に日産ディーゼル、RM を置き換える形で導入されるなど、徐々に、ポンチョが増えている。また、花バスや、 虹バス、グリーンバスなどはすでにポンチョ同士の代替も見られる。最近では、イスズ自動車製の車両の比率が上がってきている。空港路線には4列シートのハイデッカー車、それ以外はスーパーハイデッカー車が使われるが、4列シート車を使う路線、便と3列シート車を使う路線、便が存在する。路線バスと同じく日産ディーゼル製の車両は、 富士重工西日本車体工業三菱、不装バス製造と導入車両のボディメーカーが変遷しており、路線バスに続き2009年から三菱不装から OEM 供給を受けたペースワロー A が導入されている。イスズ自動車製の車両については2006年よりガーラが導入され、日産ディーゼルがバスの製造、販売を縮小した現在においては、 西部高速路線バスの中心的な車両となりつつある。なお、イスズ製の車両については高速路線用にもかかわらず、西部ではスーパーハイデッカー車を導入せず、ハイデッカー車導入となり、後に導入される日産ディーゼル、スペースワロー A でもそれを踏襲している。既存路線の三列シート化を進めるため、2013年、頃から三列シートのガーラを大量導入し、 4列シートのスーパーハイデッカー車を順次軽井沢に転属させ、線曲線に当てることを行った。3列シート化が完了した後は経年化した3列シート車の置換のため継続的に導入されている。近年では路線廃止や減便等で車両が余剰しており、3列シート車を中心に減車が進んでいる。空港連絡バスには2013年より、 三菱不走エアロエースを導入している。2017年を最後に一度エアロエースの導入をやめたものの、2020年に再び導入を再開した。4列シート車は軽井沢に転属し線曲線で運用していたが、経年化により空港連絡バス向けの新車で押し出された日産ディーゼルスペースアローやイスズガーラ、近年は三菱不装、エアロエースが転入し、 を行われている国内4メーカーすべての車両が揃っている。2006年より、大型車は、日野、セレガイスズガーラを主力車種として導入している。小型車は三菱不走製の車両を導入していたが、同社が、小型車の生産を終了したためにスズガーラミヨへ切り替えることとなった。なお、日野、セレガに関しては、ラインナップされる。 ハイデッカースーパーハイデッカー、ショートデッカーの3種類すべてが導入されている。かつては、日産ディーゼル、スペースウィング3軸車に回転シートや、キッチンなどを装備した、特別車両の、ブルーアローと呼ばれる車両が在籍していたが、現在は、廃車され、代わりにガーラベースのレグルスが特別車両として在籍している。車両の経年化により、 最後の日産ディーゼルスペースワローの貸切車だった1649が2021年に引退したため、日産ディーゼル製の観光タイプの車両は全廃した。近年は貸切免許を保持するため、西原車庫を除く貸切車両が所属していなかった西部バスの各営業所に路線バスタイプの車両が配置され、いずれも4桁の車番で管理されている。 これらの車両は、同営業所の用途会社や、ワンステップ車を転用しているが、上社区寺営業所と、滝山営業所には西部総合企画のスクールバスで、使用していたイスズエルガのトップドアーステップ車が、笹カラーに変更されて配置されている。また、埼玉の一部営業所では、スクールバスの応援としてこの路線バスタイプの貸切車両を使用したり、 西武 m 経輪や玉川協定の送迎バスとして、同じ路線バスタイプの車両が使われていた。特定輸送用の車両については、全額出資会社である西武総合企画が担当している。一般路線用の車両に即したメーカーの車両を、直接新車で投入する場合が多いものの、三菱不走エアロミディアム系や日産、シビリアン、トヨタハイエースコミューターなど、 西武バス本体では見られないような車種を投入したり、日の、ブルーリボンなど自家用車として稼働していた車両を引き継いだものもある。また、もともと西武バスの一般の専用の車両として活躍していたものを転用したというパターンも見られ、使われている車両は多岐にわたっている。2019年度には、日の、ブルーリボンにしてハイブリッドが、西武バスより移籍した。 時代のニーズへの適応セーブバスでも、その時代のニーズに合った車両を投入している。特に低床化は積極的に進められており、ノンステップバスは1998年12月に滝山営業所へ投入した日産ディーゼル UAA、ノンステップも使用されている。環境対策としてクリーンエネルギーを使用する車両も投入されている。2001年に、 川越営業所へ投入された日産ディーゼル UA の CNG 車を皮切りに天然ガスを燃料とする CNG 車両が多くの営業所に投入されたほか2008年3月には練馬営業所にハイブリッドバスとして日野ブルーリボンシティハイブリッドが導入されたまたコミュニティバス用車両として日野リエッセや三菱不走 エアロミディ ME の CENG 社が導入されている。2013年には、イスズエルガハイブリッド。2018年からは、ヒノブルーリーボンハイブリッド。2020年には、トヨタソラが導入されている。2020年には、上石寺営業所と、竹山営業所のイスズエルガ核一量に対して、緑虫を使用した。 夕暮れなバイオディーゼル燃料を使用した車両を運行しており、そのことを示すラッピングをまとっている。また、実際に運用には入ってないものの、2004年11月には、資源エネルギー庁などが、液化石油ガスを燃料とするバスを研究するため、韓国から持ち込んだ、現代自動車製の路線バス、エアロシティの LPG 使用車が、佐山営業所に配置され、一般路線で、 試験走行を行った。方向膜の表示フルカラー LED 搭載車、方向膜での表示の LED 化への変更は、比較的早期から、改造並びに、新車導入時に進められている。2001年、川越営業所に導入された A1 から775号車で、試験的に、新規 LED 表示を採用し、翌2002年入籍の新車から本格的に、導入され、 同年から1998年生車を皮切りに、順次、LED 改造が行われている。以後、LED 改造が進められている。近年では、営業所ごとに視認性を向上させた、独自の表示を行うなどの工夫が見受けられている。2015年3月からは、練馬、上尺寺、滝山、新座営業所を皮切りに、 西武バスすべての営業所にフルカラー LED 表示の導入が開始され、2017年に完了している。高速路線車についても2018年の導入分より、フルカラー LED が採用されているが、既存車の交換は行っていない。廃車車両の上渡西武バスで役目を終えた車両は、子会社の西武観光バス、西武総合企画への転属や、 同じ西武グループの伊豆箱根バスや大見鉄道への譲渡が多く見られる。また、過去には高速バス富山、高岡、氷見線の共同運行会社である、下越能バスに譲渡された車両も存在し、下越能の車両として、池袋に顔を出していた。西武バスの車両は、首都圏の排出ガス規制により8から12年程度で、代替しているため、多くの車両が、 グループ外のバス会社にも譲渡されており、譲渡先は北海道から沖縄県まで広範囲に存在するほか、フィリピンなどに輸出されている。a l から680号車2001年1月7日に放映された日本テレビ系のザ・鉄腕・ダッシュにおいて池袋から韓国まで路線バスでいくらかかるかという企画が行われた際、 西武バスの一般路線用車両が使用された。池袋駅から韓国のソウル特別市まで路線バスで韓国へ焼肉を食べに行くというコンセプトで当時日本テレビのアナウンサーだった新谷康を乗せ、ベテラン運転士2名が運転し、整備士1名が同行。実際に路線バスが走っている道路のみを経由し、 実際に運行している会社の運賃を適用して、6日間かけて、池袋駅東口から、ソウル市内のミョンムル漁里停留所へ無事到達した。日本国内で現役のバスが、外国まで足を伸ばした大変珍しい事例である。使用された車両は、上社区事営業所に所属する、A0 から680号車で、番組収録時には、特製の方向幕と、 車内運賃表が使用され、さらに、韓国へ上陸した際には、ハングル表記のものに交換された。この A0 から680号車は2012年3月26日を、もって除籍後、広島交通に譲渡され、同社の847から03号として、広島市内の路線バスとして、活躍を始めた。ありがとうございます。